セルゲイ・カーメネフ、セルゲイ・セルゲイ・ビチ・カーメネフは、ソビエト軍の指導者、一等軍司令官。1930年共産党入党。キエフの軍人の家庭に生まれる。1900年、アレクサンドロフ軍事学校。1907年、参謀本部アカデミーを卒業。第一次世界大戦時、第一軍作戦局長。1917年、初めから、大佐の階級で、 不評連隊長。10月革命後、第15軍団、後に、第3軍の参謀長に選出。1918年初め、赤軍に志願し、西部地帯、レベル戦区の軍事指導者となり、第17狙撃手団を指揮した。同年8月から、西部地帯軍事指導者補佐官。同年9月から1919 19年7月まで、東部戦線を指揮し、 コルチャーク軍と戦った。1919年7月から1924年4月まで共和国軍総司令官を務めた。1922年にはトルキスタン戦線を直接指揮し、エンベルパシャとバスマチ勢力を撃退した。1924年4月、老能赤軍監察官。1925年3月、老能赤軍参謀長。 1925年11月、老農赤軍監察官。1926年8月、老農赤軍の総局長。1924年4月から1927年5月まで、ソ連革命軍事会議議員。1927年5月から1934年6月、陸海軍副人民委員、革命軍事会議副議長。1934年6月、 防空局長、同年11月から、ソ連国防人民委員部附属軍事会議議員を兼任、県九1936年8月25日、死去。赤の広場のクレムリンの壁に葬られる。赤旗勲章付きの金星武器、赤旗勲章付きの名誉革命家き、ロシアソビエト連邦社会主義共和国赤旗勲章。 ホレズムソビエト社会主義共和国赤旗勲章、バハル人民ソビエト共和国伊党、赤半月勲章を受章。ありがとうございます。